はい、どうもこんにちは。プロドローンインストラクターの橋本龍です。今日はいつもとは違う試みをお話ししたいと思います。今日は先日テスト撮影した10万坪ドローン飛行場の動画をお届けしながらお話ししたいと思います。いやー、やっとエイテムミニプロが来週に出荷されそうですね。でも来週末から4日間の出張なんですよね。飛行機使うので感染症予防対策を取っていかないとですよね。早くエイテムミニプロとドローンを使った生中継したいんですけどね。なかなかタイミングがうまくいかないです。最近なんですけど、数人の方が YouTube のチャンネルでドローンのエデュケーション動画を上げてくるようになりました。いい傾向だと思っています。業界は変わるんですけども、投資の解説系や企業診断解説系動画なんていうのも増えてきてますよね。不動産投資の解説からヒットしたモフモフ不動産のモフさんもその一人だし、不動産投資に絞った話はとても興味深く楽しく拝見しています。最近では企業業績や株投資の話も増えてきましたよね。一方で、地銀出身と思われる地域コンサル会社の創業者のチャンネルもありますよね。基礎産業です。ガチガチのコンサル会社で地方企業の M&A なども手掛けている、いわゆるプロ中のプロ。この2人、モフさんは登録者数20万人超、基礎産業さんは1万4000人くらいです。登録者数から見ると圧倒的にモフさんが上位だと思いますし、本人も投資家と言っているので投資サイドからの意見だと思います。ビジネスサイドから考えると、どちらの考え方を中心に参考にすべきかと考えると、基礎産業さんだと思います。一つの市場に様々な立ち位置での参入者が増えてるっていうことは、その市場に魅力が増して市場規模も伸びてくる兆しなんですよね。投資家から見た企業や創業、ガチガチのコンサルから見た企業や投資、こういった形になってくると、やっぱり投資の市場もどんどん伸びてますし、起業したり副業したりする方々も増えてきてますよね。とてもいいことだと思います。ようやくドローンも様々な方が動画解説に入ってくることで、そのような兆しが見えてきたんですよね。まあ市場がね、大きくなるのもいいんですけども、実は市場規模が拡大するにはもう一つ条件があって、参入者たちが、まあお互いコンペティターになるわけなんですけども、優れていないとその市場は大きくならないんですよね。さて、最近ドローン前提社会という言葉がちょっと気になりました。マクロ的な視点での考え方だと思います。ドローンを前提とした社会の形成がどういうふうに進んでいくのか、そういったような考え方だとは思うんですけども、ちょっと僕の視点は異なってるんですよね。どちらかというと、ミクロ的な、ミクロ経済学的な視点に近いと言えばいいんでしょうか。例えばこういう形です。便利だからドローンが普及する。社会もその必要性を感じている。そして様々な業種の業務プロセスにドローンが使われるという感じです。さらにその業種の市場にね、果たしてドローンが必要なのか、もしくはその業種でドローンを役立てるにはどうすればいいのかという、ネガポジの両方の考えで、その時点での解放を見出していって、市場にサービスや商品を提供しているわけです。今ではもうメジャーになったドローン測量なんかもそうでした。当初私の考えは、航空測量をドローンに置き換えられるのか。ところが市場欲求は全然違ってたんですね。地上測量をドローン測量に置き換えて効率化を図りたいというものでした。市場の欲求を満たさなければ、売上にも利益にも貢献できませんよね。でも一方で、自分の考えを押し通そうっていう方も結構いらっしゃいます。ただそういう考え方ではうまくはいかないと僕は思っています。
市場の欲求と自分の考え方が異なっていれば、市場にフィットするように考え方を修正しなければいけないんですよね。そのおかげでドローン測量にも貢献できたと思っています。売上も利益も上がりました。これらの基本的な考え方というのは業種によって異なるわけではないんです。どの業種でも同じように市場にフィットするように考え方やサービス、商品を変えていくことで、より市場を満足させて売上を増大し利益に貢献する、これが基本的な考え方なんですよね。まあ実際はね、もっと複雑にいくつかの方向からその商品やサービスが市場に受け入れられているのかっていうのを入念に検討して進めていきます。よくね、コンサルティングというとすごく大きな物事の考え方でお話しする方がいると思います。例えばね、ドローンの市場に参入し成功を収めましょうというふうにおっしゃってる方が例えばいたとします。一見聞こえがいいようですけども、ずいぶんメッシュの荒い表現ですよね。そこでとどまっていたら、決して利益を上げたり売上を拡大したり目標のゴールに到達するっていうことは不可能だと思っています。もっと細かく入念に複雑に考え、できる限りの角度からの物事を投入して、そして実践していく。ただ一つだけ注意しなければいけないのが、最悪こうだという考え方は持ってはいけないです。最悪こうだという考え方を持ってそういったプランニングをすると決してうまくいかないです。最悪の方向に向かってしまうだけなので、最悪のことを考えるんではなくて、最良になるためにはどうすべきかという考え方のもとで一つのサービスを構築していくことでゴールに近づけるということですよね。なかなかね、難しいとは思うんですけども、実際やっていくとやっぱりね、ネガティブな意見の言う方ってすごく多いんですよ。で、決してネガティブな意見が悪いっていうわけではなくて、ネガティブに引っ張られちゃうんですよね、組織って。そこで重要なのが、一回休憩なり差し水を入れてから、じゃあ成功するためにゴールはまずどこだっていうものをたびたび何度もお話しすることによって、皆様の一緒にね、参加してくれるチームのね、力というのが結束されていい方向に向かっていきます。そういったことをすることで、本当に考えていたサービスが実現して市場に投入され受け入れられ、売上が上がり利益をもたらす。そうしたらその利益をまた新しい考えで市場にサービスや商品を提供して、より大きな売上とより大きな利益をもたらす。これをうまく循環することによって、初めて事業が軌道に乗って成功しているというふうに私は考えるんですよね。そこまでね、深く考えないで、本当にいわゆる1000万とか1億円くらいの売り上げでいいという方々もたくさんいらっしゃいます。それに満足するのではなくて、とにかく大きくしてあげる。そして、まあ、1億円はね、正直言って規模としてはすごく小さいです。ですので、その市場規模というのを大きくしていくというのは自分たちの力なんですね。市場規模が大きいから参入しようという方々は、本当に一番最後に参加する方々だと思っていた方がいいですね。まあ、こんな形でね、いろいろドローンに関わるビジネスのお話を続けていこうかどうか、今ちょうどね、模索しているところです。悩んでるってやつです。もしよかったら、コメント欄にいろんな意見を言っていただけると本当に助かります。皆様の力が糧となります。ぜひぜひコメントよろしくお願いいたします。この動画がいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは。